ナル TV。 今日ね、これ買ったんですけど、カリフラワーライス、お米の代わりに食べる。ちょっとね、トップバリューっていうのはちょっといまいちだよね。これ隠した方がいいんじゃないの。トップバリューって言って出てるだけで買わないじゃん普通。これちょっとネットで間違って買っちゃったんですけど、まあでもまあそれは置いといて、糖質がめちゃくちゃ少ないです。これちょっとこんな感じですね。ちょっとご飯っぽいじゃないですか。果たしてこれで納豆食ったらどんな感じなのかなっていう。糖質が、うわぁ、表示してるとこ切っちゃったわ。あー、糖質 2g。だから、これが 300g 入ってて、それのごく一部を使ってるっていうことは、もう糖質ほぼゼロに近いです。0. 何グラム。ちょっと温めます。まあこれもう全然期待してないけど、これがうまいんだったらありってことだからね。いやまあ無理だろう、さすがに。カリフラワーをご飯状にカットしただけでご飯の代わりになるのかなっていう。まあ俺は今やってんのは千切りキャベツをご飯の代用にして食ってるんですけど、カリフラワーライスって何そもそも。まあとりあえず今温めて、ちょっと飲みすぎちゃってよくわかんないんですけど、どうなのかね。まあ、ご飯食べたい人には多分いいんじゃないかなとは思いますね。まあ俺ぐらいになるともうそもそも米を食べたいっていう誘惑がからもう逃れてるから、別にお米型にしたカリフラワーを食べたいともとにかくもうすでに思わないんですけど、まあもし美味しかったらよし、できるぞ。はい、レンジで温めました。こんな感じですね。ご飯っぽい。どうかな。この納豆ご飯が美味しかったら、これ、トップバリュー俺嫌なんだよな。トップバリューっていうだけでなんかさ、日本製じゃないなっていうイメージじゃないですか。多分そう、それは事実だと思うんですけど、とりあえず納豆ご飯からいきますけど、ちょっと待って、ネギを今、ネギはもう最近ハサミですね。これが一番楽だ。まな板洗わなくていいから。はい、というわけでできました。さあ、じゃあいただきますね。ちょっと向こうで食うか。いやーどうかな、千切りキャベツの方がうまいんじゃないかな。千切りキャベツ納豆がうまいことはもう証明されてるんですよね。これはちょっと今日暑い。暑い。指が熱い。じゃあちょっと食ってみますか。どうかね。これもう、もしハマったらこれやばいからね。いただきます。
むっちゃハテナ。ん？あ、でもこれ十分ライスっぽいかも。うん。これね、いい。あり。要はね、カリフラワーの味もしないし、要は食感だけご飯に近づけてるっていう感じだね。これドッキリで出されたら全然騙されるレベルでご飯っぽいよ。うん。これだ。あ、もうこれ。これからこれでいくわ。すごい。トップバリューじゃないやつがあったな。いや、でもこれ。結構言われなかったらご飯かなって思うぐらい結構騙されるぐらい美味しいです。どういうわけでカリフォルニアだっけ、なんだっけ、カリフラワーライス。カリフラワーライスいい、ありですね。で、まあ俺そんなに半分ぐらいしか持ってないから100グラムあたり、多分糖質1グラムぐらいしか食ってないよ。普通だったら、本当にご飯一杯食ったら糖質50グラムぐらい取っちゃうから。それに比べたらもうやばいで。お前らこんなの食うなよ。こんな食ったらガリッガリになるから。やめた方がいいから。もうみんなね、ガリガリになるのやめよう。やっぱこうタポンタポンしてたらいいよ。あの食料危機とかこれから来るから、やっぱね、こう脂肪として蓄えておいた方が、ほんと食料危機で食えなくなった時それが役に立つで、まあ、多分だから全く食い物がない状態で、まあ一週間閉じ込められる、られた時に、多分、デブのやつの方が生き残れる確率高いんじゃないかな。わかんないけど。いや、こういうちょっと、カリフォルニアライスとはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思います。でもこれもう結構ご飯に近いんで、やっぱ食感が近い。納豆がいける。じゃあ次いっちゃいます。カリフォルじゃなくてカリフラワーライスにご飯ですよ。果たしてこれがうまいのか。暑いんだよな、なんかこう暑い暑い。いただきます。もうなんかカリフラワー臭が結構強い。まあいただきますね。やっぱ納豆は結構納豆臭によりカリフォルニア カリフラワー臭が消されてたけど、これだとねちょっとやっぱりカリフラワー臭が強く出ちゃうかな。でも食感は結構ご飯に近いんで、待って、
鼻つまんで食ったらめっちゃうまいわ、これ。でもまあ慣れたらいいんじゃない、これ。こう、な人間ってこう、かき込むときに、多分鼻から息を吸い込むっていう習性があるので、それをやめればいけるかもしれないですね。まあ、鼻からは呼吸しないで、口からちょっと口呼吸でちょっと食べてみます。うん。全然いける。この食感も結構悪くないんで。で、こうやった時に鼻から息を吸うと、ちょっと違う。フラワー臭が鼻から入っちゃうから。ただ納豆に関しては、納豆臭がはるかに勝ってるから、全然感じなかったね。で、俺これ2杯食ったけど、多分、糖質が下手したら 1g ぐらいしか取ってないので、これありあれ。ありあり。うん。というわけで、もう今日の1日の食事はこれでおしまいです。まあ、これはちょっと、買いだめしようかなとは思うけど、トップバリューがな、もうちょっと、まあ、ていうか自分で作れそうな気がするね。だってカリフラワー買ってきてこうやってみじん切りにすればいいだけの話じゃないかな。で、多分何らかの、食品添加物とか入ってるから。で、自分で作ろう。カリフォルニアを自分で買ってきてみじん切りにしてご飯の代わりに食べることが可能だっていうことが分かりました。お前らやんなよ。みんなガリガリになっちゃうから。いや、美味しかった。今日は、頑固ラーメン立川店が1周年。おめでとうございます。おめでとうございます。今日11時に行く予定だったんだけど、迎えに来てくれないので、もしかしたらいけないかもしれないし、俺も元気だったらタクシーで行くかもしれないです。まあ行きたいっちゃ行きたいけど、まあ、1周年。プレゼントを持たず手ぶらで行くのもなんかな。なんか、プレゼントでもあれば行ってもいいんだけど、特に、ないかな。変なもんしかねえからな。というわけで、まあもうちょっと待って、11時に行こうって言って待ってたんだけど、来てくれないんで。どうしていいのかわからなくなっちゃった。でも、このカリフラワーライスは、結構ダイエット勢には多分かなりいいと思いますね。納豆であんだけうまいんだったら、まあ、ちょっと匂いとかの臭い系のものにはむちゃくちゃ合う。なんだ、他に何があったっけ？でもカレーとかでも多分全然いけるよね。カレーはいけるかな。ご飯ですよはちょっと弱いので、カリフォルニア州に負けちゃう感じだったので、もうちょっと強い、香りの強いやつだったら、食べて、結構、
ご飯と錯覚する感じ、要は食感が割とそのご飯っぽいのでいいんじゃないかと思います。というわけで、なんか言い残したことなかったかな死ぬまでに、死ぬまでに言い残したこと、まあ特にないかな。それではまた。